はい、皆さんこんにちは。畑中和です。今日はですね、太もも裏側の肉離れ予防、このことについて解説していきたいと思います。太もも裏側はこのようにですね、ハムストリングスと呼ばれて、大きく3つ、大腿二頭筋、半腱腰筋と半膜腰筋に分かれます。で、このね、外側の大腿二頭筋は長頭と短頭に、分かれるんですけども、大きく分けて大腿二頭筋、半腱腰筋、半膜腰筋で、この3つなんですけども、この3つの中でも大腿二頭筋っていうこの、外側のハムストリングスの筋肉が肉離れとても起こしやすいですので、今日はね、この予防法、特に運動前にですね、おすすめのケアの仕方をお伝えしたいと思います。スポーツをしている方とか、あとはですね、急にね、運動した方、結構起こりやすいですので、ぜひね、運動前にやってほしいと思います。まず片足をこう上げます。何でもいいです。ソファーでもいいですし、椅子でもいいですし、外だったらこう、何でもいいので、上げてもらって。この状態で、大腿二頭筋は、座骨から、ふくらはぎの骨のひこっとにつきます。ですので、この外側、もうすぐ分かるんです。この状態になると、腱をね、しっかり触診できます。で、腱を触診できたら、こう、しっかりね、恥じりをしてもらって、中に入っていくと、このくぼみが中側にあると思います。これが、このハムストリングスでも、半腱腰筋と大腿二頭筋の筋間、間ですね。この間が、まず、見つけられたら、この指を入れていきます。この間に指を入れる。指を入れて、股関節を、太ももをですね、外旋内旋と、10回ぐらい行っていきます。で、これをちょっとずつ、このようにですね、上の座骨に向かって指を上に上げていきます。1センチ、2センチ上にして、また外旋内旋。また上にして、外旋内旋。しっかりと指をね、入れたまま、ちゃんとできると思います。指を外さなければ、ちゃんと触診、この間ですね、筋間がわかると思います。で、しっかりと座骨の方まで、内旋、外旋。今はね、10回もやってないですけども、このまま座骨の付近まで内旋外旋。このようにやっていきます。で、これが終わったら今度はこの大腿二頭筋はですね、外側広筋という筋肉が横にあります。で、今はですね、この大腿二頭筋でも内側を指を入れていったんです。今度は外側ですね。この大腿二頭筋の外側、ここに指を入れていきます。これが外側広筋と大腿二頭筋の間に指を入れて、この状態で外旋内旋。全く同じように。これも指を入れて外旋内旋。もうちょっとね、4、5回しかやってないですけども、これをもうちょっとね、丁寧に回数を増やしてやっていく。外旋内旋。そうすると、この大腿二頭筋と外側広筋、大腿二頭筋と半腱腰筋の滑走、筋肉がうまく、ね、分離する働くようになりますので、大腿二頭筋の肉離れを、ね、起こしにくくなってきます。ちゃんと筋肉同士がちょっと各々のね、作用を機能的に働きやすくなるなりますので、肉離れをしにくくなるんですね。こういったように、これもちょっとずつこの座骨の方までしっかりと外旋内旋をしていって、筋間をリリースしていく、解いていくって感じですね。緊張をですね、このようにすることで太もも裏側のこの大腿の筋肉離れの予防となりますので、ぜひね、外側が気になっている方とか、肉離れが不安になっている方、あとは慢性的な太もも裏の肉離れがあるか、ぜひこれを運動前にやってみてほしいと思います。はい、今日はですね、太もも裏側、特に大腿二頭筋の肉離れに関する知識をご紹介しました。ご参考になりましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。また明日もお会いしましょう。さよなら。